皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋のサクでございます。本日はとんでもないニュースが入ってきましたので、皆様にお伝えしたいと思います。速報ニュースです。本日は全く F1 に関係しない動画ではありません。ちょこっと F1 に関係する動画になってきます。それはなぜか、そうなんです、レッドブル、そしてエイドリアン・ニューエが関係します。その車、ついに発表されました。ということで、かねてから噂にありましたですね、レッドブルがハイパーカー RB17 をもうちょっとで発表するよというね、そういった時期があったんですけども、本日ついに発表されましたので皆さんにご報告させていただきたいと思います。さあ、レッドブルが生み出したハイパーカー、果たしてどんなものなのか、そしてエイドリアン・ニューエは一体何を語るのか、そしてスペックは、車両価格は。さあ皆さん、今から一緒に楽しんでいこうじゃありませんか。ということで、こちらをご覧ください。レッドブルハイパーカー RB17 を世界初公開。記載、ニューエが送る F1 相当のパフォーマンス。いや、すごいです。レッドブルおめでとうございます。そしてエイドリアン・ニューエおめでとうございます。ということで、早速ですね、こちらのニュース具体的に見ていきたいと思います。空力の記載と名高い天才デザイナー、エイドリアン・ニューエが手掛けたレッドブル初のハイパーカー RB17 がグッドウッドフェスティバルオブスピードで世界初公開されました。エイドリアン・ニューエとレッドブルアドバンストテクノロジーズによって設計された RB17 は、1993年をもって F1 で禁止されたアクティブサスペンションを備え、ツーシーターのカーボンファイバー製モノコックにコスワス製の V10 自然吸気エンジン、最大1万5000回転をミッドマウント、カーボンファイバー製ギアボックスを介して後輪を駆動します。いや、これ何やらすごい車登場しましたね。 V10NA でこれ何馬力なんでしょうか。気になりますよね。このレッドブルアドバンストテクノロジーズというのは RB17 の開発と製造を担当するんですけども、レッドブルの市販プロダクト研究開発部門なんですね。この RB17 は公道走行が不可能なサーキット専用マシンとなるんですけども、過去にメルセデス AMG1、 そしてアストンマーティンバルキリーという車が出たんですけども、このように F1 マシンの系譜を持つ1台となります。車両重量は900キロ未満で1200馬力以上を誇り、F1 マシンのフロアよりもはるかに大きなダウンフォースを発生させることで、 F1 相当のラップタイムと350キロを超えるトップスピードを実現しながら、 F1 マシンよりもはるかに容易に所有運用が可能とされる。いや、全然容易じゃない。いや、もう全然容易じゃないって、めちゃくちゃハードル高いって。こんな、ちなみにこちら補足情報なんですが、 RB17 は1万5000回転まで回る自然吸気の V10 エンジンを搭載しているんですけども、内燃エンジンだけで1000馬力、そしてそこに電気モーターの200馬力が組み合わさって1200馬力ということになります。そしてこちらのハイパーカー、販売されるのは来年2025年、そしてわずか50台ということで、外装のカラーから内装の素材まで細部にわたってオーダーメイドすることができます。そしてですね、購入者には世界有数のサーキット走行を体験できるトラックイベントを含むフルカスタマージャーニーが提供されるということで、世界各国いろんなところに行けるということなんですね。しかもこれタダで行けるんでしょうか、それとも航空運賃は自腹なんでしょうかね。いやいや、そんなこと聞くのは野暮ですよね。この車いくらすると思います？はい、なんと車両価格はこちらでございます。9億3360万円です。はい、500万ポンドということで、9億3360万円。これしかもベース価格ですよ。こちらベース価格ですので、これにオプションをつけて、いや、このカラーがいい、内装の素材これがいい、いや、オールカーボンだぜとか、いろいろやってると10億円超えます。はい、余裕で10億円超えます。ということで、10億円超えるような車をポンと買えるような方は、航空運賃なんて野暮なこと言わないですよね。多分プライベートジェットです。はい、間違いないと思います。ファーストクラスどころじゃないんです、プライベートジェットですわ。 PJ ってやつですよ、 PJ。 そしてこちらの車に関して、エイドリアン・ニューエ最高傑作だと言ってるんですけども、ニューエさんのコメントをご紹介したいと思います。コンセプトから納品まで究極のハイパーカーに挑むというアイデアを私は長年にわたって温めてきた。これは素晴らしいプロジェクトであり、素晴らしい旅だった。 RB17 ハイパーカーは我々が求める圧倒的なパワー、スピード、美しさを全て体現している。適応性能は極めて高く、 F1 スピードでのスリルあふれるドライビングを友人やパートナーと楽しめるようにツーシーターとして設計した。
もちろん見る人の目を引きつける車でなくてはいけない。いい見た目になったと思うし、他の人もそう思ってくれるといいね。車のモデルを発表するときにわかるだろう。つまり見栄が良くなければいけないし、ある種のアートのように見えなければいけない。この手の車はアート作品として見るべきだよね。いや、なんかここだけなんか普通の一般的な車好きと同じようなコメントしてるよな。もうスーパーカーって芸術品と思ってますから、私は。いや、もうそれと一緒やん。ニューエさん、気が合いますよね。ぜひ動画の方に出ていただけると非常に嬉しい。そして音も含めた魅力でなくてはいけない。だから我々は自然吸気エンジンを選んだのだ。1万5000回転の高回転型 V10 で圧倒的なパワーを発揮する。そしてカーボンコンポジット素材を中心に使用する RB17、 量産車としては最も先進的なグランドエフェクトパッケージを備えているということで、一応量産車ですからね。世界限定50台ですけども、一応量産車ですよ。そしてこの50人ですよね、1台10億円、まあ1人当たり約10億円で買ったとしても合計で500億円が動くということなんですけども、この50人の方ね、世界有数のサーキット行ったりとか、まあいろいろお話ししたんですけども、さらに言えば車両プログラムの開発であったりとか、サーキットでのトレーニングなどを通じてレッドブルレーシングチームと緊密な関係を築く予定だということだそうで、これめちゃくちゃ気になるんですよ。最後のこれ、本日の動画の最後、一番気になるんですよ。これもしかするとさ、これ買ったらさ、車両プログラムの開発できるわけでしょ、サーキットでのトレーニングできるわけでしょ、レッドブルレーシングチームと緊密な関係、これ絶対これレッドブルのチームの中枢に入れるんじゃないの。みんなで勝ってレッドブルレーシングチームと緊密な関係になって角田裕毅選手をめちゃくちゃ襲うよ。いやいや、ホーナーホーナー、そうちゃうねん、角田選手が絶対早いねんみたいな感じで言えばなんとかならんかなんとかならんか、そこまでの中枢には入れへんか、まあ、そこは仕方がないな。もうそこはもうレッドブルの最強のスポンサーになるしかないんやろうな。もうもしね、レッドブルレーシングに角田選手をっていうことを言うんであれば、もう世界最強のスポンサーになるしかないやろうな。そうか、そういうことやな。まあまあまあ、しゃあない。とりあえずレッドブルのハイパーカー RB17 今回出ましたよという、そういったニュースでした、今回ね。いや、すごいですよね。9億円ですよ、ベースで。オプション入れて多分10億超えですよ。あのブガッティがなんか安く感じるよな。ブガッティトゥールビオンがなんか6億円以上で出ますみたいなニュースありましたけど、なんかちょっと安く感じますよね。なんか6億円って買えそうな気してくるよな。とりあえずフェルスタッペンを買ってほしいですよね。フェルスタッペン絶対買わないといけないでしょう、これね。フェルスタッペンは買うんじゃないのか。フェルスタッペンは提供されるのか。そうや、フェルスタッペンは多分タダでもらえるんやわ。タダで乗れるんやわ。間違いないわ。50台誰が買うんでしょうかね。気になるな、これ。まずどうやって買うのかわからんよね。お金がめちゃくちゃあってもこれ多分絶対買われへんでしょ、間違いなくね。そういう関係、どういう関係で買うんやろうな。普通の人買えるんかな、マジで。これ本当に恐ろしい車やな。ということで皆さん、レッドブルのハイパーカー RB17 出ます。ぜひね、私、資産にめちゃくちゃ自信あるよという方はぜひ買ってください。どうかよろしくお願いします。動画撮らせてください。ぜひよろしくお願いします。ある程度お金払うんで、ぜひ道場走行させてください。はい、ということで今週末は F1 グランプリはないんですけども、来週はハンガロリンクでハンガリーグランプリが行われるということでね、また来週週初めにハンガリーグランプリ詳しく解説する動画を公開したいと思います。ということで今回 RB17 世界初公開ということで公開させていただきました。私は非常に興味があります。かっこいいです。デザインも美しいですね。まあどういった空力なのかとか、そういったのはまたおいおい発表されると思いますけども、まあとりあえずはですね、本物のサーキット走行動画見てみたいですよね。ということで新たな情報が入ればまた動画を公開したいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。